妻壁とは、妻側の妻両以上の外装の壁を指す。また、流通業界における輸送機器の壁の呼び名としても用いられる。入り萌や作りや切り妻屋根等、胸付近に達する壁のあるものに見られ、包形作りや寄せ胸作りの屋根にはない。形状は三角形である例が多い。これに、ハフ板などを含めて、ハフといいこれらを飾る衣装のことを妻飾りという。 木構造の建築では、大壁の場合、漆喰やモルタルなどを塗り込める塗り壁や、木板や金属板などを貼張る張り壁で仕上げられる。屋根裏が閉鎖的な空間の場合は、換気口が開けられ、屋根裏に人の立ち入ることができる空間や吹き抜けがある場合は、窓やベランダ等が併設されることがある。日本の伝統的な建築のものとして、寺院建築では新壁に仕上げることがあり、 書院作り等では、キツレ講師とすることがある。かやぶきやわらぶきのかまどを併設する農家や、茶室建築の入りもや屋根の妻は、壁の代わりに開口し講師を設けて、煙抜きという換気口とすることがある。自動車の進行、交代する方向にある壁を指す。別名、妻側、横手方向とも呼ばれている。物流業界では、各種輸送コンテナトラック等の箱型の輸送機器の、 説明や表現方法としてよく用いられている。鉄道車両でも連結面側の壁をつま、つま板、つま面と呼ぶ。さらに、運転台のある前頭部や連結面側でも単純な平面ではない場合には、丸妻や折れ妻、または折り妻、運転台の有無や先頭中間に関かかわらず平面構成である点を強調する場合は、切り妻と、 呼び分ける場合もある。流線形、ボンネット型、展望車など、垂直な平面からかけ離れた形状のには、使われていない。詳しくは、構え体を参照。近藤豊、古建築の細部衣装体が出版、1972年。橋場信夫、建築用語使い辞典理工学者、1970年。ありがとうございます。